おはよう。わあ、今日も綺麗だね。私はみすぼらしいけど。チェ、え、自己評価低い。元気づける方法知ってる。このハサミが解決策。な、何するの？怖いんだけど。ちょ、待ってて。ちょっと切るだけだから。縫い目に合わせてね。やった、天才。あとは袖を切るだけ。よくなったじゃん。でもまだ終わりじゃない。あ、メガネ。オッケー、外すね。視力なんていらない。あとは穴をもう少し伸ばしてっと。オッケー、ジュース持ってきた。言った通りにね。コップもあるよ。他にもさ、チョコレートだってある。ああ、私の好きなやつでしょ。じゃあこれを開けちゃおう。おお、美味しそうなチョコレート。パンに塗ってどうぞ。はい、あなたの分。うわー、ありがとう。ナプキンがないとだね。うーん、美味しい。ありがとう。そのための親友でしょ。さて、私の分。って、うわー、服に垂らしちゃった。うわー、このナプキン使って。ありがとう。取れるかな。うわ、もっと広がっただけ。あっちゃん、何かできることないかな。あ、おしゃげのリボン、これだ。え、それで何をしろって。信じて。タンクトップを貸して。オッケー。それじゃあそこにリボン、ストラップにこうやって通す。これを頭にかけて、そしたらこのリボンをね、上から下に通すの。反対側も同じように。ああ、そういうこと。これで後ろで結べばいいんだ。いや、お二人さん、待ったかい。ギリギリセーフってね。おい、今日のその服超セクシーじゃん。ありがとう。さあ食べよう。いっぱいあるよ。どれどれ。わあ、あの衣装かわいい。大好き。うわあ、ダメだ、高すぎる。お金は、うん、使えるお金はなし。反対側もダメ、1ドルしかない。じゃあ自分でやるか。ダメダメダメ、これもダメ。お、これこれ、これが必要なの。手穴が開いてる。なんでよ。あ、でもひらめいた。用意するのは穴の開いたパンツとハサミ。切り始めるよ。まずはここから丁寧にまっすぐね。よし、そしたら上に切り返して、穴の周りをこうやって切る。これでパンツが可愛いトップスに。私天才。これセルフィーで撮っちゃおう。音楽よし、あとはペンキをやるぞ。よし、こりゃクールだ。こっちもちょいっと。あれ、彼まだいない。メールしなきゃ。座って待ってます。まったく。あ、これはもしかして。うわ、最悪。ペンキ塗りたて、なんでなのよ。手がペンキだらけ。あ、ってことは、うわ、パンツがペンキ塗りたて。最悪だ、なんでこんなことに。どうしようかな。拭いたら落ちる。手のは落ちるかな。全然落ちない。お尻から取れる。うわ、もうダメだ。人生最悪の事件。いいね、出来がいい。ナイス。おや、この鳴き声は。ガン泣きしてる。気の毒だな。おい姉ちゃん、なんとかできるかもよ。私に話しかけてる。他に誰がいるんだ。こっち来い。失うものもないし。とととと、泣くのはやめて。ほら、これ。うわ、くっさい。悪い、ハンカチはこっちだ。もうやだ、離れて、役立たず。待って、助けられるから保証する。じっとして、パンツにペンキを吹きかけるぞ。んじゃ回って。よし、これならいい感じだ。裏もこうやって、外側はイエロー。おお、いいじゃねえか。反対側も
ペンキだペンキだ、もっとペンキだ。うわ、見違えた、信じられない。どういたしまして、うまくいってよかった。わお、そうだ、してくれたことへのお礼を。うわ、どうもありがとうよ。それじゃ、こんな大金もらっちまった。ごめん、遅刻して。あー、そこ座っちゃったのね。でも大丈夫。いや、まずこっち。うお、戻ったか。新しい看板作ったぜ。ユニークデザイン10ドル。天気が大荒れ。本日のメニューです。どうも。って、うわ、お一人様の男子発見。こっち見てる。気を引いてみよう。え、私のどこが気に入らないの。あれ、アプローチ失敗してる。わあ、あの子の赤い髪の毛超かわいい。え、赤毛がタイプなの。このケーキ、私の渾身の出来。そうだ、注文と行かなくちゃ。いらっしゃいませ。何にします。うわあ、赤着てるじゃん。俺の好きな色。嬉しいけど、ご注文は。そうだな、これをもらおうかな。待って、赤が好きな色って言った。赤いもの着てない。服も髪も。そうと知ってればさ。知らなかった。で、こっちの人はエプロンが赤いだけでいいってわけ。うわ、彼に声かけられて不機嫌になってる。はい、ご注文。お楽しみは。どういうこと。もう知らない、怒ったから。ご注文です。さあどうぞ。おお、最高だ。真っ赤なお野菜セット。ごゆっくり。今度は何？赤い食べ物？うわ、別の子が来た。この子も赤い服？ってうっとりしてる。赤いだけで。待てよ。もし、いや、そうだ、私でもできることを思いついた。で、使えるものはあった。そうだ、私の赤い傘。これを開いて、この傘をスカートに。形綺麗。あ、彼が見てる。はい、ご機嫌いかが。うわ、今すぐお花をあげないと。このバラ、まるで素敵な君みたいだ。ああ、ありがとう。一緒に出かけるかい。あ、なんだこりゃ。傘の骨組み、これをどうしろっていうの。うわ、あ、眠くなってきた。寝よう。はぁ、ぐっすり寝よう。あれ、携帯鳴ってる。どこだろう。あ、あった。誰が呼んでるの。もしもし。にゃっほ、今夜パーティー中。最高だよ。あなたも来なよ。みんな待ってる。いや、寝るわ。って、あれ、今日何日。忘れてたの。うわ、今日がパーティーだった。忘れてた。何着ればいい。あ、これならいいね。鏡でもう一度だけチェック。ねえペリー、間に合ったよ。やあみんな、遅くなってごめん。ちょっと、まともな服で来てよね。パーティーのために用意してあれかよ。逆に新しいわ。うげえ。ダメよ、カメラに見せらんない格好。いや、悪いんだけど、格好変だわ。キュート狙いすぎ。別のにしな。うわ、恥ずかしい、大失敗じゃん。なんとか修正する方法は。いや、リボンもダメだ。キュート狙ってる。こんなカチューシャもういらん。あ、そうだ、このヘアクリップ、これでオッケーだ。まずはお下げをほどいて。よし、それじゃ始めよう。準備はいい？やるよ、クリップ。髪を上げてクリップを巻き込んで、ねじって閉じる。ここで髪を広げたら、ヘアピンで固定。これでしっかり持つね。もちろん反対側も同じように。よし、キュートなカチューシャもういらない。ペニー、戻ったよ。うわ、すごい。そのヘアスタイルどうやったの。すごい、いとも簡単にイメチェンした。うわ、見て、すごいヘアスタイルだ。絶対写真に収めたいわ。イエーイ、写真撮って。最高。
試してみたいライフハックをコメント欄で教えてください。新着動画もお楽しみに。